今言いたいこと、誰も私を止めることはできないね。いいこと言うでしょう。俺ね、今日ね、天王寺来たんだよ、天王寺。で、鍋も行くと、下で本読んどったら豆知識に雑談。これで降りたらね、Wi-Fi が繋がりました。だから、幅が広がった。で、この場合はまあ、うち、木の里だから、動物園まで歩けてここに来るやんやな。で、ここはね、悪いけどね、動物園までタクシーでまあ、1000円、1600、1メーターかなぐらいね。そこにまた行きつけの喫茶店なんですわ。1メートル73の。ほいでね、それ今ね、建築校の親分と、社長親分か、親分とくっついてね、エッチしとってもね、前ば、中の官房やるよったマスターみたいに、それ雇っとったよね、ママがね。その流れがね、聞いたらね、神戸で拾われたって、そのオーナーに、73年がその頃綺麗やね、15年前ぐらい経って、今は60年半か、45ぐらいの時引っ掛けられて、店やらんか言うて、何本か出してくれたんだよね。もちろん金取るよね、オーナーやったら。それでオーナーとやっとったけど、オーナーと喧嘩してね、別れて、それでまあ店だけやって、それで最初はボーイやね、中の官房を一人雇ってたけど、それ一回やめさせて、今度お客の、その、建築工の親分が、中入って、一致したらしい。この頃ね、やっぱその男も久しぶりなんだろうね。もうマスター首にしてね、そのママが73のママの喫茶店にずーっと居座ったんだって。それを、自分の女やから気になるんだろうね。だからその喫茶店、いずれ俺が物をするけど、173。多分おまんこも真っ黒でね、ええおまんこしとると思う。汁みんな飲んだ。一つね、思うんだけどね、女の、セックスやね、愛液ちょぼ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 してね、口に今度飲ましたろ。それで、よだれとチューチューするのいいでしょ。俺、それ、そういうの SM 系があるのかな。今、チンチンもピクピクしとる。ほいでね、やっぱね、出てあるからダメ。話しながら一回切るわ。だから天王寺に今度出没するから、今日はね、ライブ配信ここでやるから。